情報やねん。しかも老人ってほんまにな、エアコンちゃんとつけて熱中症になるから。おじいちゃんおばあちゃんってエアコンつけへんからやばいよな、ほんまに倒れんで。今日さ先生らのさなんか対決みたいなのもあってんけどさ、先生ら対男子だから、その玉ねぎとマーモットとあとヒューンと何だっけ生徒会長方となんかいろいろそれ以外の人ら無名もおんねんけど、その人らと集まってやってて、いやペンギンはまだ若いよ、フルフル先生も若いで、他の先生もまあまあ若い、まあ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 って感じだった。全然若いなって思ってたけど、クマさんが多分あの試合の中では一番年上やったから、ちょっと腰が気になりましたね。大丈夫かなと思って、ほんまにまたギクってなれへんかなとか思って、怖かった。大丈夫ってずっと言ってた、あの聞こえへんとこで。でそうで、なんか一回ボール取りに行った時にフルフル先生かなと接触してめっちゃこけてん、クマさんが。大丈夫と思って、なんかもう明日起きられへんくなってたらどうしようと思って、まあ関係ないけどな自分に。よかったです、最後まで怪我なく、よかったほんま。でも後輩と接してる時のクマさんってなんかあまり好きじゃないな、なんかって感じ。劇場のさ叫び動画は親近感。元気ない？じゃあ普通に疲れてる。なんかほんまに最近ずっと疲れてる。今日体育動かれへんかったもん。高跳びやったんやけど。ほんまにしんどかった、気持ちからも来てる。夏バテって絶対言われると思った。それもあるやろうけど、多分なんかな、朝のな気持ちがなちょっとな、なんか最近ずっとメイランように頑張ってたけど、割と今日押され気味やったから、その元気な自分が、だから無理して多分体育で元気にせなってやったらもう多分気持ち持てへんなと思ったから休んだ。で違う言うてんのに夏バテかって言うてるしな。まあそう思っといてくれたらいいよ、多分分からんと思うから。朝なんで疲れてたんけ。普通に眠不足なんもあるけど、何だっけな、いや配信はせなあかんや、終わろうとしないこの人どっち味方かめっちゃ気になるわ。お絵描き申し込んだ、お話し会の話かな。お絵描きとかあったっけ、お絵描きとか言ったっけ。土日かな、寝れへんのもある。なんかだからな、寝れへん。今日の地震、地震なんかあったん？そうなん？やば、全然知らんかった。違うやつだよ。あら、ありがとう。8月最強を目指そう、かわいい。あれはどういう最強なの？ご飯は食べてる。
私は別に、うん、眠りが浅いですね。夢は絶対見てるし、寝入りが寝つけへん。なんか携帯置いてんで、ちゃんと見てなくても。いや、次の日の投稿するものの準備はせなあかんから、ある程度は触るけど、寝たいから普通に、だから極力置いてるけど、うん、寝つけへんな。え、そう、アンジュさんのその最強になりたいはほんまに主語がないのが逆にいい味出してて好き。かわいいわ。だってな、どういう意味かわからんけど、とりあえずかわいいのだけは伝わってくるって感じがめっちゃかわいい。ほんまにペラってなってんの気になる。大丈夫大丈夫大丈夫、明日は金曜日や、ペンギンの授業が1時間目にある。気分上げよう、気分上げよう。大丈夫大丈夫。そう、それが可愛いね。アンジェさんは主語がないくらいがちょうどいい。で、なんてなんてってなるくらいが可愛い。試験、定期テストの話、寝る前の読書、そんな暇ないかも。全然そんな暇ないかも。さっきからこの人何言うてんの。急に金子さんの話しだしたんけど、そういう時期かな。人と違うこと言いたいねんな。わかるわかる、そういう時もあるよね。ああ、定期テストの話が終わったね。そう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 、かわいいアンジュさん。 LB 見たことある、なんかの時の何アーカイブみたいなさ、なんかたまにあるやん、昔の公演の。だからなんか今日不明なコメント多いよな。これはいろんな人が集まりやすい時間なんかな。ええやんええやん、視聴率上がってるやん、幅広なってきてるやん。ふっ、真鍋さんがおもろかった、かわいい。何言おうと思ったっけ。あ、寝る話か。そうだね、焦燥感だね。なんかな、そうやな、大半は焦燥感が占めてるかも。TikTok を見て好きになりましたって。あら、どの動画やろう。TikTok はなかなかぶりっこしてるからな。なかなかぶりっこしてるけど、割と大半の人に見られてんのが気まずいねんな、知人に。しかもお姉ちゃんに常に監視されてるから、ちょっとこれは危なくないかなって LINE が、いや、連絡来たらすぐ消す。一回だけ消した。で、削除しましたっていうのを画面録画しといて、で送りつけた、消しましたって。いや、私もちょっと迷ってて、気まずい。もう多分ペンギンのおすすめには流れてないと思うからいいけど、なんか久しぶりに喋る友達からなんか TikTok 見てるでって言われたら、あー気まずい気まずい気まずいと思って、あー全然気まずいってなってる、ありがとうって。
気まずい気まずい気まずい、みんなみんなみんなと思ってる。まだ X くらいやったらいいよ。今隣の男の子はさくらのツイッターたまに流れてくんねんなみたいな、これ誰かと思ったらさくらやーってなんねん、ありがとうって感じなんやけど、まあまあまあ X はいいですよ。そんなまあ変なこと言ってる時じゃなければ別に、ショールーム始めますみたいなやつやったら別にいいし、おはようございますみたいなやったら別にいいし、いいんですけど、もうみんなみんなみんなって思ってる。バレてるよ。あ、拡散はしてほしいんですけど、もう気まずいのはしょうがないんでね。昨日さ、あんなにさ、もう私は頑張って切り替えるんや、今日からもうペンギン卒業するんやくらいの気持ちでさ、あんな気合い入れてたのにさ、今日全然遊びに行ったわ。やっぱりなんかもう流されやすすぎる黒島。いいけど、いいけどな、いいんですけど、アイドルやったらっていうのがもうまず気に入らん。なんかアイドルやから何って職業やん、ただのアイドルやから好きとかやっぱり好きじゃないかな。だから私はなんか、私がアイドルじゃなかったらどうなってたと思いますかみたいな、たまに聞くときある。その人が何やろ、自分のことを本質的に大切にしてくれてるのか、アイドルやからっていう仕事があるからそれがすごいなって思ってるだけなのか、なんか区別したいから私は聞くようにしてるかな。だって別にアイドルってただの仕事やし、アイドルやから何って感じやし、アイドルはアイドルでもな、渚さんと黒島はアイドルは共通してるけど同じレベルですごいかって言われたら別にそうでもないから、一括りにしては幅が広すぎると思うでっていつも思ってる。別に可愛いと思ってくれてもいいけど、アイドルであることが主語になってしまったらなんかあんまり嬉しくないかな。たまによるね、アイドルであることが好きなやつ。小学校の時全然仲良くなかったのに活動始めてからめっちゃ連絡来るとか、見てるで TikTok って、また遊ぼなとか連絡来るけど、自分の仕事が好きなだけやったら他にオタ活してきたらって感じだからいいんですけどね。全然全然私は喜んでないかな。まああるって分かってたから別に衝撃ってわけでもないし何も思わんけど、別に何も思ってないねそこには。ただ自分のことをちゃんと考えてなんか大事にしてるのか、この仕事ゆえに大事にされてるのかが分からんくなったら嫌やから直接聞いちゃう。もうどうだと思いますかってなら、なんか別に変わらないですよって。それはアイドルやったから悩みも多いし大変なことも多いから相談乗ることもあったけど、でも別にアイドルかどうかは関係ないですよって言ってくれる人じゃないと仲良くできないよねとは思ってる。いや私が今言ってたそのめっちゃ連絡来る子は女の子、元旦とかにも遊ぼうねって言ってたら
うんって返してた。うん、そうだな。全然仲良くなかった小学校の時の音楽の先生からサイン求められたもん、生写真買って。全然仲いいことなかったけど、まあまあ全然いいですよ。ライオン先生も今サインしたな、懐かしい。あれは覚えてるわ、あれはめっちゃ覚えてるわ。わざわざ色紙持ってきて。全然いいけどな、そ卒業とかにそのやつじゃない。1年の夏でやるかそれ。全然いいけどな。あのライオン先生は全然嫌いじゃないから。しかもアイドルであることが主語になってないし、多分本質的に大事にしてくれてる方やと思うから、全然いいねんけど、全然いいねんけど、それを1年の最初にするんだねって思ったよ。全然いいけどな、全然いいけど。しかも1年の最初やからまだ入りたてやしな、何もしてないや。夏コンすら多分終わってない。夏コン終わったかな、夏コン前後くらいやから、ほんまに何もしてない、ほんまに何もしてないのにな。それでええねんな。あ、メンバーから、私求めてた側、ボムの最初の撮影の時に全員分集めたくて、あと誰やったっけ、まこちとさかたんとかやったかな、がまだ書いてもらってないけど、それ以外はみんな書いてもらった。書いてもらっといてよかったって思ったから、誰かが卒業するまでには全員分書いてほしいなって思ってる。ライオン先生そういうのアイドルとか好きやな。アイドルがっていうよりなんかアニメとかも好きやねん、そういうのが好き。で別に下心でとかじゃない、応援って感じやった。うん、記念になる。集めてんねん。そんなオタクっぽいな、どちらかというと。オタゲーしてた、何時やったっけ、プリキュア踊ってた、めっちゃおもろかったほんまにおもろかっためっちゃおもろかったな、あれ手足細長いからさ、ほんで顔ちっちゃいからさめっちゃおもろかったな。もう一回どうしよう、踊ってたよほんまにおもろい。ちょっと衣装着せたいわ、作ってあげようかな、採寸して。ライオン先生はクマさんとリス先生の間、うん、なんかな、先生らってそれめっちゃ言うよな、なんか教え子で有名人みたいなのめっちゃ見え張って言うよな。クマさんとかな、多分そっちタイプやな。なんか別に自分がアイドルやって告発した時もそんなびっくりしなかった、あーそうなんやって感じだったし、慣れてるんやな。ひよこ先生に可愛い衣装めっちゃ嫌や、なんかあんな可愛い先生をそんなものを着せたくないわ、なんか嫌。アイドルっぽくはない、ふわふわ、なんか普通の私服が似合うタイプ、アイドル系ではない。それやったらペンギンに着せるわ、もう同い年やしな、誕生日1ヶ月違いやしな。新紙幣、ゲットしてない。何でもいい、あれいつもらうんやろ。そもそも私お金を使うときがあんまりない。人の誕生日プレゼント買うときとかは使うけど、別になんもないねんな。
5段階評価とかないって。国語あと10分や、やばい。国語とりあえず自習を頑張った許可に自習を頑張りましたって書こう。なあ、しんどくなった。思ったよりあった多分。あ、まだ入ってた。電子マネーと現金、分からん。現金、電子マネーでいけるんやったら電子マネーがいいけど、なんか割り勘とかすることがまだ多いから現金かな。ペピで送るわって。地元の子はなれへん。え、知らん。社会嫌い。顔は出てくる、なんかおじちゃん。燃費でも別に。しゃーめんのし大丈夫です。ないねんけどな、ほんまは。全然ない。口座、渋沢さん、渋沢さんは何円。はあ、書けないんですけど。あー、うざい。やめよう。自販機、私自販機使わん。公園の劇場の自販機なんか使わん。私多分まだ使ったことないで。多分全部芯入ってないねんな。これは入ってんじゃん。よし。だがしかし、危ないから消しとこう。自販機使えへんから分かれへん、何入ってるとか。そもそも私ジュースとか飲めへんからさ、水一本持って行ったらいいかって感じ。公園の時は2本。日本にしたらなくなることないやろ。だから入れてもらうとかがないから。そうしてる。久しぶりにクマさんと喋ったな。何喋ったっけ。だけな。なんか喋った。ね。何やったっけ、何喋ったっけ。クマさん、ちょっと待ってな。コメントが目に入ったらほんまに思考が進まない。ほんまに何喋った。ちょっと待ってな。記憶から消されてる。そもそもこの話ショールームでした。あれ、今日何があった。やばいやばい。特に話してない？あれ？いや、どこであったか覚えてんねんけど、なんか喋ったっけと思って。まあ、全部学校帰ってきてからメモしたから、そっから切り抜いて投稿するけど。いいわ。今日給食中にさ、ラジオかかっててんけどさ、それのなんかゲストみたいなのがさ、クマさんやってさ、なんかしなこっておるやん。あ、どう、
しなこっていう、まあ、調べてその人はおきなこって言っててもうやばいおじさんと思ってて、もうやばすぎる、これはおじさんやわと思って、でなんかそうなんだ、ただめっちゃおじさんって思うとこがあって、なんかもう給食中やったのに鳥肌止まらんくて、もうなんか寒なってきて、でもそれを友達に共有したいけど離れてるからもうやばい鳥肌と思って、やばかった。しなこワールドって検索してみて、なんかめっちゃ枠のやつ出てくるから、うん、TikTok とかで調べたら出てくるんちゃう。あと4分ランキング見ます。13位、はるさんありがとうございます。12位、オレオズさんありがとうございます。11位、ポンさんありがとうございます。10位、ゴシゴシさんありがとうございます。6位、ニョロニョロさんありがとうございます。ん ?9位、8位、マチカネクキタルさんありがとうございます。7位、マキコさんありがとうございます。5位、セイくんさんありがとうございます。6位、セイくんさん。5位、小さな声のメロディーさんありがとうございます。4位、佐藤くんさんありがとうございます。3位、かまかりさんありがとうございます。2位、N2F さんありがとうございます。1位、だてちゃんさんありがとうございます。よし、やばかった鳥肌、もう一刻も早く友達に共有したすぎて、もう給食の手が止まりそうやったから頑張って耳を押さえて食べてた。もうやばかった、ほんまに鳥肌、寒かったもん、暑いのに、もう耐えきれんくて隣の子に言った、もうやばい、クマさんがおじいさんになってるって言って、ほんまにやばい、頭が抱えるわ。もう鳥肌やったもん、ご飯一生懸命食べてんのに、やばい、もう足がもぞもぞしてきて怖いわ、ほんま、もう見てない間に老化しすぎやろって言うてもうた。ローグマさん、あー明日体育あるわ、クマジーの方がいいな、クマジーにしよう。ペンギンももう成人式の時とかどうなってんのやろな。だって今から考えたら圧倒的にじいさんに近づいてるわけやん。やばいねんけど。はよ会いたいわ。会った時泣くかな。だから今からそんなこと考えてもしゃあないねんて。さよなら。別にそんなおじいちゃんでもないんやけどな、前から比べたらってこと。じいさん全然いいねんけどな、いいねんけど、びっくりしたってだけ。さよなら、おやすみなさい、切ります。